新版画の特徴の一つとして光の表現っていうのが挙げられるかなと思います。光の表現。えー、日本美術に光の表現っていうのが取り入れ出されたのっていうと明治時代になってからぐらいなんですね。えー、小林清志家の光線画とか。 葛飾北斎の娘の葛飾大井の吉原孝子再建の図とかがめっちゃ有名なんですけどもこういった流れっていうのが新版画の絵師たちにも積極的に取り入れられて新版画の中ではめちゃめちゃ光の表現っていうのがあるんですよこれがまあ一つの特徴かなと思います。